今日は前回の続きで大化の改新の、後半部分をやっていきたいと思います。で前回までの、前回の動画では大化の改新がどのようにして起こったか、すると大化の改新の、新しくなった政府のメンバーについて話をしました。で今日はその続きで今度は具体的に大化の改新が起こってからどのように政治が変わっていったのかということについて説明したいと思います。で今日ちょっと版書がすごい盛りだくさんで文字ばっかりでなんか、ちょっと大変なんですけど頑張っていきましょう。まず、大化の改新が起こったのは645年だというふうに前回やったんですけど、その翌年の646年に改新の御事盛りっていう、ものが出て、これは新政権の施政方針ですね。そのどういうふうに政治をやっていこうかっていうのを書いたものです。でこれにはその大きく分けて、とりあえず今日は4つのポイントにまとめてみたんですけど、それを1つずつ見ていきます。まず第一に一番大事なのが公地公民制の原則っていうものが明らかにされたということです。でこれがどういう意味をするのか、どういう意味をしているのかっていうと、それまでの日本では私地市民、私地っていうのはその私の私地市民制で、それは自分の持っている、自分が自分の土地を持って、自分が自分の家来を持って、そこでこう自分でなんか、なんだろう、生活を営んでいくみたいなところがあったんですけど、それをやめて公地公民制にしましょうっていうふうにしたんですね。だからここに書いたんですけど、小四郎、柿部、三宅、田所とかいうものを廃止する。これがどれが大王のでどれが豪族のだったかって覚えてるかわかんないんですけど、この柿部と田所が豪族の私地と市民で、こっちが、大君の大王のあれでしたね、自分の民と自分の土地のことだったんですけど、それをとりあえずやめて、で今度はその決まった区画っていうものを国民に、国民っていうのかな、その日本人に分配していくんです。大きさを定めてね。でそうすることによって、そこからなんだろう、みんなで土地を、みんなに土地を平等に分配しましょうっていうことと、それでその代わりに豪族には時期付って言って、これは今でいうお給料みたいなものを、それまではお給料もらってなかったんですけど、今度自分の土地を奪うっていうかがもらえなくなった代わりにお給料がもらえるようになったっていうことですね。で次に中央集権的行政制度と軍事交通制度の自立っていう、まあなんだかよくわかんないことが書いてあるんですけど、ここの要するにどういうことかって言ったら、中央集権が一層進められたっていうことですね。この前の動画でやりましたけど、中国大陸とか朝鮮半島は今すごい変動の時期を迎えていて、そのような中ではやっぱり日本が一つのこうまとまった国でなきゃいけないっていうことになったから、そのためには中央集権的なその制度を作ってこうまとまりのある国にしようっていうことになるんですね。で、まず地方行政区画っていうので、なんていうのかしら、まあ、今も普通に都道府県とかに分かれてるのと一緒で、こういうふうに分かれるんですね。たくさんの、これ氷の分とかにこう分かれて、地方のなんていうのかな、地方を中央が統括するっていう感じにしたんです。それのために、国司軍事っていうものも任命されて、この人たちっていうのはそれぞれの自分 の, 割り当てられた土地に行って、そこの長として統治する人たちのことですね。で、軍事施設って書いてあるんですけど、まあ、施設っていうわけじゃないんですけど、これは先森って読むんですけど、九州に行って、九州での兵士さんとして日本の、軍事を担うっていうか、九州を守る人たちなどが派遣されたりとか、あとは交通制度で播磨、伝わり馬っていうのは、その駅とか道路がどんどん整備されていって、そこに馬とかを設置して、もっとこう中央と地方の連絡もスムーズにいくような制度の準備が始まったっていう感じですね。次に、判田制の制定っていうのがあって、まず、
ことを把握して、それで慶長っていうのを作って、でそれによって、藩田っていうので田んぼを、さっきも高知公民のところで言いましたけど、田んぼを人々に割り与えることを管理するっていうことですね。あなたに例えば A さんという人が日本にいるってことが分かったら、じゃあ A さんにはこれだけの土地をあげましょうっていうのを、そういうのをきちんと管理することになったんです。で、藩田収支の方の制定っていうのがあって、これはその田んぼっていうものをまず、与えます人に。で、それっていうのはその人が生きている間だけ、もらっていて、その人が亡くなったら今度は収支っていうのは、まあ、だからもう一回国の元に戻ってきて、それをまた新しい次の人に分配するみたいなことなんですけど、藩田収支法の制定、まあ、制定が、なんだろう、命じられるっていうか、制定がまだされたってわけじゃないんですけど、その藩田収支の方を作りましょうねっていうのが改新の命のりで、言われたっていうことですね。はい。で、次に、新税制の施行って言って、これは、まあ、そこまで重要じゃないんですけど、なんだろう、土地の所有の仕方も変わったし、税金の集め方も変わって、他の三月とか個別の三月って言って、普通になんていうのかしら、それまでとは違った形でちゃんと税金も、みんなから集めるようになったっていうことですね。で、次はもうちょっと大雑把な話をするんですけど、今でもそうなんですけど、ある人っていうか、ある権力者がその人の権力地っていうか地域を治める時っていうのは、時間的にも空間的にもそこを支配しようってするから、日本には年号っていうものがあって、それはそのなんていうのかしらな、まあ、時間的支配っていうとちょっと分かりにくいんですけど、例えば暦とかっていうものを自分でその皇帝とか、皇帝じゃないな、その長がもちゃんと支配するっていうのはすごい権力の象徴であったわけであって、日本ではそれを年号っていうもので、これは先ずっと何だろう途切れることなく年号っていうのが続いていくんですけど、この時に定められた年号が大化ですね。大化の改新の大化です。それと、これがだから時間的な支配であって、空間的な支配っていうものももちろん、大事で、それを今度は拡大しようって考えるわけですね。日本を一つのまとまりのある国に仕上げた後には、まあ、どんどん欲が出てきて土地を拡大していきましょうということで、領域の拡大が行われるんですね。それで今となったら日本列島全部が日本だっていうのは当たり前なんですけど、当時っていうのはもともと大和政権も西の方から始まったわけであって、そんなにその土地が全部が日本のものだったわけじゃなくって、東北地方っていうのはまだ未だそのちょっと謎に包まれたっていうか、まあ日本のものではなかったわけですね。だから、今回はその大化の改新をきっかけにどんどん勢力を拡大していこうと思ったその政府は、東北地方への進出を目指すわけです。東北地方の日本海側ですね。そこに、まずぬたりの柵、岩船柵っていう、これちょっと柵って言ってるちょっとよく分かんないと思うんですけど、簡単に考えるとその東北進出をするための拠点みたいなもの、お城みたいなものを、作っていって、でこれ場所も覚えてほしいんですけど、ちょっと簡単な地図をここに書いたんですけど、これが佐渡島で、それで向かいの柵がこっちで、岩船柵がこっちなんですけど、その東北地方の日本海側にこういうような拠点を作って、ここから、ますます東北地方の管理っていうものを目指していこうっていうことになって、政府からも人が派遣されたりだとかしていくんですね。だから本格的にその東北地方っていうものが日本に引き込まれるようになってくるのはもうちょっと時間が経ってから。